2022に足をお運びください。そしてオンライン配信にて応援してくださり本当にありがとうございました。11代目リンクス代表を務めさせていただいています、10期小野舞と申します。この場をお借りして、これまでお世話になった方々に心より感謝申し上げます。まずミークマ2022を開催するにあたって協賛そしてクラウドファンディングにてご支援くださった皆様、そしてミークマを一緒になって盛り上がってくだミークマを一緒になって盛り上げてくださったクラブ団体の皆様、そしてこれまでニンクスト二人三脚でニクマの準備を進めてくださった放送研究会の皆様、皆さんのおかげで最高の舞台にすることができました。本当にありがとうございます。ここで11代目ニンクスのこれまでの軌跡を少しだけお話しさせていただきたいと思います。11代目ニンクスは12月15日中期さんの引退公演をもって本格始動しました。最初からここに来るまで最初からここに来るまで全てが順調だったわけではありません。出場しようと思っていた大会に出場することができなくなってしまったり、大事な時期に対面練習をすることができなくなってしまったり、本当にメンバー全員歯がゆい思いを抱えた時期が多々ありました。しかしそれでも苦しい局面を迎えてもその都度頑張っていこう、みんなが頑張ってるからもう少しだけ頑張ってみよう、そういうふうに思わせてくれた仲間がいること、本当に幸せに思います。日々努力し続け成長が目まぐるしい12期、時期が余裕ない時でもすごく頼りになる11期、そして隣にいるだけで強くなれる10期、みんなの中で一人でも欠けてしまったらこの11段目ニンクスは成立しません。これからもっともっと苦しいこと大変なことが起こってしまうかもしれません。それでも周りを見渡してみれば後ろには頼もしい後輩、前には永遠の目標である先輩方、隣には苦楽を共にした同期がいます。そしてその周りにはニンクスの活動を全身全霊で応援してくださる皆様がいます。私はそういった人たちのことを本当にそういった私はそういった人たちのことを本当に誇りに思いますし、自分自身のことも誇りに思えるようにもっともっと頑張って努力していきたいと思います。これから11代目ニンクスはもっとまだ活動が続いていくのですが、もっともっと沸かしていきたいと思います。本公演にて皆さんの心を少しでも沸かすことができていたら幸いです。最後にニンクスからご挨拶させていただきます。早稲田大学チアダンスチームミンクスさんからのミンクマ
2022終演後のお礼メッセージになります。大変大きな盛り上がりを見させていただきまして、本当にありがとうございました。今回のミンクマ2022におけますコラボ団体の各チームの皆様の発表になります。6月21日火曜日、大熊講堂にて開催されましたミンクマ2022のテーマは It's Showtime、 私たちはここにいるといった内容で、素晴らしいステージを見させていただきました。出演されました各チームの皆様です。